今日は仕事が休みの日でした。今日はどこにも出かけずに家で過ごしてたんですけど、トイレとお風呂とキッチンの掃除当番の週だったので、さっき掃除をしてました。で、夕方になってパンを作ってました。今作ってる最中なんですけど、パンを発酵させてるところです。前の住人の方がですね、強力粉を結構大量に置いてってくれたんですね。で、ドライイーストを買いまして、パンを作ってみようかなと思っていて、で、今日パン作りに挑戦してみたんですけど、家に量りがないので、全部調味料を勘で測って入れたんですね。そしたら、多分牛乳の量が多すぎて水っぽくなってしまいました。なんとか修正できるといいんですけど、今パンの一次発酵をしているところです。今日はですね、タイムリーにお伝えしたいニュースがありまして、動画を撮っています。今まで撮りためてきた動画があるんですけど、今日は動画を入れ替えてお届けしたいと思います。先日ですね、私のパソコンにメールが届きまして、もうすでにご存知の方もいると思うんですけど、ヤフージャパンがヨーロッパ圏で使えなくなります。届いたメールの一文を読み上げるんですけど、2022年4月6日水曜日より、ヤフージャパンは欧州経済領域 EEA およびイギリスからご利用いただけなくなりますのでお知らせいたします。ということで、 EEA とイギリスにお住まいの方はヤフージャパンが利用できなくなるそうです。で、私ヤフーメールも使えなくなるのかなと思って調べてみたんですけど、ヤフーメールは利用できるそうです。ヤフージャパンは欧州で開けなくなってしまうんですけど、ヤフーメールとヤフーカードと ebook ジャパンは継続して利用できるそうです。で、ヤフーメールなんですけど、一応継続して利用はできるんですが、メールの利用が制限されるようで、ヤフーメールのアドレスの取得と変更、6ヶ月以上利用されてないヤフーメールアドレスの利用再開、あとは有料サービスの新規購入などができなくなるそうです。詳しくはご自身で調べてみてください。私もこのニュースを見て、ヤフージャパンの ID を削除しようかなっていうふうにも思ったんですけど、 T カードを持っているので ID は削除できないなと思って、そのまま継続して Yahoo の ID を持ち続けることにしました。ヨーロッパ圏やイギリスにお住まいの方で影響が出る方がいらっしゃるかもしれないので、そこのところは注意していただきたいかなと思います。まあ、でも最低限ヤフーメールが使えるということで、そこは良かったかなと思って少し安心してます。ではパン作りの続きをしてきます。